フランプールが6月7日金曜日に全国公開となる映画風の颯の君への主題歌息づくフィーチャリング直松下を6月5日水曜日に配信リリースする。風の颯の君へはお茶の名産地である岡山県美作地域を舞台に、この地を訪れたピアニスト青江里香と茶葉屋を営む兄弟をめぐる物語。VO&GT の山村が俳優としても出演している息づくフィーチャリング直松下は、映画でも共演している松下奈緒フィーチャリングに迎えた壮大なアレンジとスケールを感じるバラード。映画の世界観とマッチしたフィーチャリングならではの声の重なりは、これまでとは違ったアプローチとなっている。またプレ、アド、プレ、セーブ、ラジオの鬼夜解禁もスタート。さらに配信リリースに先駆け、 TikTok と Instagram ミュージックスタンプにて楽曲のショートサイズが先行配信されている。またフランプールは現在デビュー15周年を記念した約3年ぶりとなる全国ツアーを開催中。ツアーは後半戦を迎えており、残すところあとわずかだ。山村隆太コメント。息づくは命の本質と日常生活の中での生の意義をテーマにした楽曲です。映画の役やこれまでの人間関係を通じて愛する人の影響力を体験し、そうした経験をもとに作り上げていきました。風が鼻に触れることで体を手に入れるように、愛する人に触れることで生きていることに気づく。この曲では心と感情の不可視な重要性を音楽を通して表現し、僕らの日々の生活の中でしばしば見落とされがちな生き生きとした生の感覚を呼び覚ます、そんな曲になってほしいと思っています。また映画の中では思いを交わすシーンの少ない2人が最後にこの歌で声を重ね合うんですが、ただの主題歌ではない、映画の大切な一部となれていることを心から嬉しく思います。松下奈緒コメント。主題歌息づくの制作に参加させていただき、とても楽しかったです。澄んだ空気、青空、茶畑の緑など撮影を共に過ごした山村さんがどんな歌詞を書かれるのかすごく楽しみでしたので、デモをいただいた時に爽やかで優しい風が吹くこの曲が物語の中ですれ違う2人の心を温かく包み込んでくれるようだなと感じました。スクリーンでは息づくが美作の素敵な風景と共に流れると思うと本当に楽しみです。リリース情報。フランプール息づくフィーチャリング直松下 2024.65 デジタルリリース。映画風の颯の君へ主題歌プレ、アド、プレ、セーブ、リンクファイアー https://a-skethch-in.c.lmk.2/フランプール行きつくプレライブイベント情報。15スアニバーサリーツアー2024 This is フランプール15の夜に会いましょう。6月8日土曜日大阪オリックス劇場オープン16時スタート17。6月9日日曜日大阪オリックス劇場オープン14時スタート15。6月15日土曜日福岡サンパレスホテル&ホールオープン16時スタート17。6月22日土曜日石川金沢市文化ホールオープン16時30分スタート17。7月13日土曜日東京ラインキューブ渋谷オープン16時スタート17。7月14日日曜日東京ラインキューブ渋谷オープン14時スタート15時チケット指定席7700円、税込み4歳以上チケット必要、3歳以下入場不可、おかずと様4枚まで。
チケットピア https://www.pia.jp/t/fluempool/15th/ehttp://eps.jp/frankpool/roachk http://l-tike.com/